今日はやばい、それとも掘り出し物となるのか、地方銀行99行衰退度ランキング上位に入ってしまった高配当銀行株を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは、お金の学校校長の今川和明です。3月に日本銀行がマイナス金利を解除、年内にもさらなる利上げに踏み切る機運が高まってきておりまして、金利のある世界というワードが各方面で広がってきました。金利の上昇というのは融資利率の引き上げにもつながりますので、銀行経営にとっては追い風だと言われています。一方、業績が絶好調のメガバンクと比べて規模や経営体力に乏しいと言われる地方銀行では、この追い風に乗り切れず厳しい環境が続いている銀行もあるようです。この度東洋経済が全国の地方銀行99行の最新決算を集計して、地銀99行衰退度ランキングを発表しています。すでに紙面を見たという視聴者さんもいらっしゃるかもしれません。今回はここで残念ながらランキング上位に入ってしまったワースト銀行から高配当株に絞りまして、5銘柄ピックアップして株価見通し解説をお届けします。厳しい環境ということですから、第一地銀ではなくて第二、第三銀行が登場してきますので、ローカル色の強い5銘柄だと思います。高配当株かつバリエーションも割安で、掘り出し物と言えそうな銘柄も出てきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。地方銀行99行の2023年度決算をもとに、収益力、健全性、運用力に関わる各項目の偏差値を算出、最も高い数値を満点として点数化、それぞれの配点を収益力50点、健全性40点、運用力10点として総合得点を算出しています。ちなみにワースト1位は長野銀行でした。県内トップの82銀行との経営統合を控えて、昨年5月にすでに上場廃止となっています。保有する有価証券の含み損の大規模ロスカットに踏み切ったほか、82銀行と査定基準を統一した結果、多額の予診費用を計上したことで財務体質が急速に悪化した模様です。経営統合で再出発を図っていく形となります。そしてワースト2位のきらやか銀行を傘下に持つ地元ホールディングスも、大口取引先の倒産で多額の予診費用を計上、不良債権比率が上昇したことで自己資本が毀損、200億円の公的資金は返済のめどが立たず、国に返済延期を求めている状況です。そんな中、まずはワースト3位にランキングした南日本銀行からピックアップしていきます。南日本銀行は鹿児島県地盤の第二地銀です。鹿児島県を中心に展開しておりまして、地元中小企業向け融資、住宅ローンを中心とする個人向けを主力としています。取引先の販路開拓支援分野で豊和銀行、宮崎太陽銀行と提携中です。足元では日本政策金融公庫と事業承継支援で協定を締結、セミナーを積極開催して後継者不在に悩む会社のコンサル需要を取り込んで、事業承継 M&A のコンサルに力を入れています。また原材料費高にあえぐ飲食店を地域通貨活用のキャンペーンで支援するなど、独自の施策を行っています。南日本銀行の本日の割値は860円で、年間配当金は30円を予定しています。よって配当利回りは 3.4% となります。そして南日本銀行には株主優待制度がありまして、株主優遇定期預金優待券となっています。預け理事のスーパー定期預金1年ものの基準金利がプラス 0.3% 上乗せとなります。100株で1枚、1000株で2枚受け取ることができます。ここ直近の株価の動きを見ていただきますと、日銀のマイナス金利解除発表を受けて、年初からでいきますと 40% ほど上昇する場面もあったんですけども、今期の減益発表を受けて下落基調となっています。ワースト3位にランクインしている一方で、会社の予診費用計画は課題とも言われておりまして、控えめな業績見通しとも言えます。2025年3月期は中小企業向け、個人向けともに貸出残高が増えることで利益を押し上げる可能性もありますので、上昇から一服した場面というのには投資妙味があるとも言えます。南日本銀行は福岡証券取引所に上場していることもありまして、出来高も少なくまとまった買いが入るとこのような形で、
株価が急騰するという動きになりますので、そういったリスクもある銘柄ではあるんですが、そういったリスクも覚悟の上で買ってみたいという投資家さんにはお勧めします。続いてワースト9位にランクインしているのが大東銀行です。大東銀行は福島県を基盤とする大日銀です。郡山市にある本店を中心に福島県内に集中して展開、中小企業向け融資、住宅ローンを中心とする個人向けを主力としています。住宅ローンについては借入れ期間を最長50年に延長、物件検討時に借入れ見込み額を確認できるスゴハヤと提携するなど拡大に注力中です。2020年に SBI ホールディングスが株式取得して筆頭株主になるも、協業が深まらず全株が HS ホールディングスに移動しています。足元では SDGs への取り組みを診断して行動宣言書の策定を支援するサービスの拡大に注力しています。大東銀行の本日の割値は748円で、年間配当金は30円を予定しています。よって配当利回りは 4% となります。そして大東銀行には株主優待制度がありまして、定期預金の株主優遇金利となっています。100株でスーパー定期1年ものの店頭表示金利がプラス年 0.1% となります。直近の株価の動きを見ていただきますと、日銀のマイナス金利解除発表を受けて一度は上昇したわけなんですけども、早々にリセットボタンが押された状態にまで逆戻り、その後年初の水準まで今戻してきたという状況です。ここ3年間の株価の動きに目を移しますと、この間業績は横ばいとなっていますので、それを受けた株価の動きとも見て取れます。一方で PR が 7.9 倍、PBR は 0.2 倍と、地方銀行の中でもかなり割安な水準と言えます。債券の売却損、予信費用の増加は足かせとなるんですけども、2025年3月期は貸出残高増加を見込んでおりまして、長期金利上昇による利回り改善にも期待ができそうです。配当利回り 4% というのが下値抵抗線となっていきそうですので、全国的な知名度は低い分、東北地方にお住まいの投資家さんから需要がありそうな銘柄になるとは思うんですけども、ここ3年間の中間レンジである、700円台前半、ここでの購入を検討しておきたいところです。続いてワースト15位にランクインしているのがトマト銀行です。トマト銀行は岡山県に本店を構える大日銀です。岡山県を中心に兵庫、広島にも拠点を構えています。銀行名のトマトなんですけども、トマトのようなみずみずしいイメージを目標にというコンセプトから名付けられたとのことです。製造業やフルーツ関連など農業に強い地元中小企業向けの事業、財務支援を戦略の柱としています。トマト銀行の本日の割値は1229円で、年間配当金は50円を予定しています。よって配当利回りは 4% となります。ちなみにトマト銀行は株主優待制度を行っていません。直近の株価の動きを見ていただきますと、株価は日銀のマイナス金利解除の発表を受けて、上昇してきたんですけども、再び年初の水準まで下落していっています。岡山県は第一銀の中国銀行を持つ中銀フィナンシャルグループが圧倒的な存在感を誇っておりまして、トマト銀行はあまり目立たないという感じではあるんですけども、一株当たり利益は着実に伸ばしてきておりまして、50% ほどだった配当成功もこれにつれて下がってきています。この先も一株配当50円を安定的に出していける状況という見方と、配当利回りも 4% 台、 PBR は 0.3 倍という割安感があるにもかかわらず、大東銀行と同じくワースト上位になってしまったのが不思議に感じる銘柄とも言えます。週足に目を移しますと、下値を切り上げながら上昇を遂げてきていますので、岡山県や中国地方にお住まいの投資家さんから需要がありそうな銘柄になるとは思うんですけども、配当金収入を重視したいという投資家さんに向く銘柄だと思います。ワースト16位にランクインしているのが東北銀行です。東北銀行は通称東銀、岩手県参考中3番手の銀行です。盛岡市に本店を置いていまして、岩手県内が中心なんですけども、青森、秋田、宮城などにも展開しています。県内のアグリビジネス支援や中小企業の若手後継者向け勉強会、事業マッチング、事業承継など地域振興に注力しています。直近の台では今年2月に再生可能エネルギー販売を担う新会社をリニューアブルジャパンと合弁で設立、出資比率は 80% となっています。東北銀行の本日の割値は1191円で、年間配当金は50円を予定しています。よって配当利回りは 4.2% となります。ちなみに東北銀行は株主優待制度を行っていません。
ここ直近の株価の動きを見ていただきますと、マイナス金利解除発表を受けて、上昇はしたわけなんですけども、早々にリセットボタンが押された状態にまで逆戻り、まあ、その後ようやく年初の水準まで戻してきたという状況です。一方で業績は東日本大震災をきっかけに不良債権比率が高まるなど厳しい時期もあったんですけども、増益基調を続けてきています。足元でも中小企業向け融資の増加で単体自己資本比率がやや低下しているんですけども、不良債権比率は圧縮できています。株価下落によって PR が 7.5 倍、 PBR は 0.2 倍と割安感もありますし、配当利回りは 4% 台、下値は限定的なように思います。岩手三高中3番手の銀行ながら業績は堅調で、ワースト上位ながらもこの順位も改善されていく可能性もあります。東北地方にお住まいの投資家さんから需要がありそうな銘柄になるとは思うんですけども、年初来安値圏の1100円台で購入を検討したいところです。ワースト22にランクインしているのが中京銀行です。現在愛知フィナンシャルグループとして上場してるんですけども、愛知県2位の愛知銀行と3位の中京銀行が経営統合して、2022年10月に共同持ち株会社として発足しています。愛知県トップの地域金融グループを目指して、堅実経営や地域社会からの信頼を共通の価値観に位置づけています。中京銀行は三重県津市発祥で、1964年に本店を名古屋市へ移転しています。今後の戦略として、両行とも法人個人に対するコンサル機能強化を進める方針です。また広告代理業への参入を検討、事業多角化と取引先支援を視野に入れています。愛知フィナンシャルグループの本日の終値は2655円で、年間配当金は100円を予定しています。よって配当利回りは 3.7% となります。そして愛知フィナンシャルグループの株主優待制度なんですけども、定期預金の株主優遇金利となっています。100株でスーパー定期1年ものの店頭表示金利がプラス年 0.15% となります。さらに継続保有期間が1年以上で、300株からということにはなりますけれども、カタログギフトが追加されます。週足チャートから見ていただきたいんですけれども、持ち株会社として上場後、2000台前半というのが定番だったんですけれども、現在は1段階上げて2000台後半というのが定番となっています。直近の動きに目を移しますと、ここですね、2025年3月期の減益見通しを受けて下落したんですけども、これは2025年1月に予定している銀行合併を控えて、今年度は統合関連費用の計上がピークとなることを受けてのものです。一方で減配の発表はなかったことから、株価が下落した分、配当利回りは 3.7% まで上がってきています。統合効果による収益改善が来期以降出てきますので、中京地区にお住まいの投資家さんから需要がありそうな銘柄だとは思うんですけども、中長期目線で株価の反発上昇が期待できそうです。ちなみにということで、最後に健全度が高かったベスト5の地方銀行を紹介しておきます。第1位は横浜銀行が所属しているこちら、コンコルディアフィナンシャルグループです。そして第2位がこちら、千葉銀行。第3位は静岡銀行で、上場しているのはこちら、静岡フィナンシャルグループ。そして4位が福岡銀行で、所属しているのがこちらの福岡フィナンシャルグループ。そして5位はワースト1位だった長野銀行を経営統合する82銀行です。メガバンクと同じような格好で堅調に株価を伸ばしてきている、ベスト5の銀行と、一方で、年初付近の株価まで下落してしまっているのもある、ワーストにランクインしている、地方銀行株、比較していただいても、今の現状というのは明らかだと思います。なので勝ち馬に乗れということで、着実に収益を上げていきたいと考える投資家さんは、やはり上位校から投資対象を選ぶのがいいんでしょうし、一発逆転、そして配当金収入というのをメインに狙っていきたいのであれば、今回ピックアップしたワーストにランクインした地方銀行株も一つ選択肢としてはありなのかなというふうに思っています。今日のまとめということなんですけども、今回は東洋経済が発表した地銀99行衰退度ランキングのワースト校から、掘り出し物となりそうな高配当銘柄に絞って5銘柄をピックアップして株価見通しをお伝えしてきました。
業績が堅調な有力地銀と株価の比較もしましたけれども、まあ、かなり株価にも出遅れ感がありますので、業績改善など見直し買いが入った際の株価の反発というのにも期待したいところです。ローカル色の強い5銘柄だったと思うんですけども、ピンときた銘柄についてはぜひ投資スタンスなども参考にしていただけたらと思います。オープニングで紹介中のニコニコチャンネルプラスお金の学校雑談部屋では、日本株投資に役立つ情報をテキスト動画などで配信中です。新NISAスタート後、早速資産が2倍、3倍に増えたというメンバーが続々誕生しています。概要欄から詳細のチェック、入会申し込みをお待ちしています。